金の糸で縁取られた特別なゼッケン、背負えるのは選ばれし18頭。ラルタブライアン逃亡戦闘、この舞台に立つことの誇りを、誰も経験したことのない異次元の期待を、信じてくれた全ての人々の思いを力に変えて、ヒーローイズカミン日本ダービー、さあ夢の頂へ。金の糸で縁取られた特別なゼッケン、背負えるのは選ばれし18頭、経験したことのない異次元の期待を。ありがとうございました。ありがとうございました。この舞台に立つことの誇りを、右手をちょっと上げていただきます。はい、どうですか。信じてくれた全ての人々の思いを。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。はい、一つ目、撮影を終えていかがでしたか。率直な感想や撮影で難しかった部分、苦労した部分など何でも結構ですので、お伺いできればと思います。浅田さん、いかがでしょうか。そうですね、朝が早くてちょっと前日に雪が降ってた影響なのか、すごく寒くて口が回らなかったっていうのが今日の思い出になりました。はい、ありがとうございます。すごく、いかがでしたか。そうですね、私はそんなに朝は早くなかったんですけど、思ったよりやっぱり風が冷たくって、目も結構風が入ったりとかで、はい、春だと思ったら舐めてたなっていう思い出があります。はい、ありがとうございます。じゃあ2つ目に行きます。日本ダービーは最も運のある馬が勝つと言われていますが、お二人が今まで一番運が良かったと思うことは何でしょうか。中澤さん、いかがでしょうか。そうですね、まだわからないところかなと思います。はい、なんかこう、この先何が起きるかわからないっていう楽しみがあるっていうふうに思える人生であるっていうのが一番運がいいなって思ってます。はい、ありがとうございます。三上さん、いかがですか。でも今なんか元気にこうして立ってられていることがめちゃめちゃ運がいいことだなと思ってます。はい、ありがとうございます。最後になります。日本ダービーは競馬に関わる全ての人が目標とする競馬界では最高の舞台と言われているものですが、お二人にとって将来こんなことをやっていたい、こんな人になっていたいという将来の目標はありますか。またそれは何でしょうか。長瀬さん、お願いします。そうですね、いやもう本当に、どんなことも受け入れられる、やっぱり大きい人になりたいですよね。それはこういつも目標として掲げていることでもあるので、はい、そういう自分になれてたらいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。三上さん、いかがですか。そうですね、あったかい人でありたいなと思いますし、人にも自分にも優しく、できていたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。